はい、皆さんこんにちは。みんなです。さかです。AT ブログでーす。今日はちょっと愛知観光で、前回のビデオで豊川の豊川稲荷とか、うん、その商店街を見に行ったんだけど、今は車に乗って豊橋に着いて、着いたら雨が降ってきた。そう。まずはご飯。で、豊橋でね、有名なのがカレーうどん。そう、私も昨日調べて初めて知った。俺はね、5分前にレナから教えてもらって初めて知りましたこっちのカレーうどんはなんか特別になんかとろろと米がカレーうどんに入ってるから、それちょっと食べてみたいなと思いました。うん、カレーうどんに米入ってるの？それカレーライスだよ違う。どういうこと？カレーうどん両方入ってる。あ、じゃあカレーうどんライスってことね。そう、豊橋カレーうどんを食べに行きたいと思います。めっちゃファミレス的な。ファミレスみたいよ。今スタッフさんに説明してもらいましたけど、ここのお店に2つのカレーうどんがありまして、トッピングが違う。これ丸々1個の玉ねぎを使ったトッピングです。で、これがあの手で持つ花火をイメージしたちくわのトッピング。どっちにする？これは手筒花火カレーうどんだね。で、私はとろろが好きじゃないから、ちょっとカレーうどんにしないかなと思って。カレーうどんね。わお。それもボリューミーだな。ね、お腹ポンポンになっちゃいます。もう見ただけでお腹いっぱいだわ。ね、これ見て、手筒花火って言ってたじゃん。うん、人参に見えない。見てください。手筒花火とこれ掘るとトロロがうわーって出てる。すごい。し、ご飯がうわーって出てる。熱そうだね。カレーうどんだからね。絶対熱いよね。普通のカレーうどん。味はね。トロロとご飯は どうしたの？おいしい。あのね、カレーの味が強くて、そういうトロロの風味とか負けてるカレーに。そっか。だからなんか普通のカレーうどんを食べてるような感覚になっちゃうんだよね。残念。でかっ。マジででかい。うん。わ。あ。何そんな熱いの？ここはうまっ。あ、そう、よかった。ここは一番うまい。食べてみます。食べれない。見て、食べれない。逃げてる。カレーうどんっていつまでも熱いからね。トロトロで。うん、あるよ。うん、うどんうまい。普通に美味しいけど。どうぞどうぞ。熱い熱い熱い。これご飯なのかな。ご飯なのかトロロなのかわかんない。ご飯。ごちそうさまでした。パカ、食べ終わってないよね。食べ終わった。もうやっぱり量多かったよ、ね、お腹ポンポン。はい、ごちそうさまでした。何をまだ取ってるの。ぐるっと。うわっ。ストップ。傘がミニストップで止まってアイスクリームを買っちゃった。カレーうどんでお腹いっぱいと言ったのにミニストップでパフェを買っちゃいましたね。文句ありますか？いや、私とシェアしないと文句があるけど。タカがめちゃくちゃデブになってる。毎日こういうパフェを食べてる。やばいよ。レナの時点でレッツゴーで俺はずっとこれ食べます。でも私にもちょうだい。行き過ぎたよーって。 U ターンしなきゃいけないよーって。ここで U ターンしようーって。ゴー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 。着きましたね。こっちね、左左。カチャカチャカチャ左。豊橋の一つのスポットは
今着きました。これわかるかな、チョコレートファクトリーストアって書いてあるけど何のチョコレートでしょう。これを見ればなんか色付けでわかるかな、わからないかな。まだヒントが必要ならじゃらーん、ブラックサンダー。ブラックサンダーの工場が豊橋にあるってこと。そう、売店があるからいろんなチョコレートを買いたいと思います。入り口なので入りましょう。いろんなブラックサンダーの種類があるよ。東京ブラックサンダーがある。何が違う、わかんない。これを見つけた。5種類のブラックサンダーが食べ比べできるセット500円。中身何が入ってるの。普通のブラックサンダー、抹茶、バナナ、いちご、抹茶キャラメル。ほとんど食べたことない。ね、ない。あとこれも面白そう。これなんかコートに乗せてブラックサンダー。へー。売り切れてる。買いたかった。いやなんかここに入ってない味、ほうじ茶ラテとか、はちみつバターとか。いろんな味あるんだね。これコーンフレークが入ってる。なんかめっちゃ気になるだけど、20個入れだからさすがに多すぎるちょっと多すぎる。1個ずつ買いたいな。ちなみに200円だよ、めっちゃ安いよ。16個入りでめっちゃ安いじゃん。あ、東京サンダーで、65個入り700円。安っ、バーゲンセールじゃん。じゃあ買わなきゃいけないってことだね。お店が小さくて一回ぐるっと回ってこの2つの袋をピックアップしました。これで700円は良くない。ちょっと買います。これプレゼントでもらった違う味、コーンフレークが入ってるやつとなんかワッフルみたいなやつ。今から食べよう食べよう。レジで無料でもらったコーンフレークとワッフルのやつをちょっと食べてみたいなと思います。コーンフレークが入ってるブラックサンダーです。もともとブラックサンダーってコーンフレークみたいなの入ってたよね。クッキーが入ってる。これめっちゃ美味しい。サクサクしてる。全部食べれるよ。いらないの、本当にいいの。 Are you sure? 本当にレナが好きだから全部あげる。ありがとう。さっきのミニストップで買ったパフェでお腹いっぱい。わら、次はワッフルみたいなやつ。ブラックサンダーっぽくないけど、これを見たらブラックサンダーっぽくないし、ブラックサンダーの方が美味しい。はい、これはブラックサンダーの工場ショップの食レポでした。この豊橋の動画が面白かったならいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は登録ボタンがあるのでそれを押してください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。